はい、どうも時の彩りです。今回はですね、宮崎県でのライブペイントということで、ここのお店がですね、宮崎県の三股町っていうところにある広瀬本店さんです。でこちらはですね、もともと時の彩りグッズを販売しているお店にもなってまして、で今回はこちらの方でライブペイントっていう風な形でやっていきますというか、まあ呼んでいただきました。で、まあ、こういう風にね、まあ、複製画だったりクッションだったりね、あとは T シャツ、トートバッグ、まあ、そういうのは普段から販売してますので、お近くの方は、ちょっと見に行ってみてください。でね、今回のライブペイントは90センチ×90センチのキャンバスを1日1枚描いていって、まあ、土日のイベントだったんでね、2日間2枚の作品を描くっていうライブペイントになってましてまあね、このサイズをね、1日っていうか、まあ4時間ぐらいですかね、そのぐらいでこう描き終える、っていうのはね、最近あんまりやってなかったので、まあ大変でしたねまあ1日目はね、ペインティングナイフを使ってこういう風に、こういうタッチで、で2日目はですね、まあちょっと土台っていうか、最初の部分はペインティングナイフを使ってますけど、あとは筆で描いて、違うタチで描いたものをこう見てもらえたらなと思って、描き方を変えております。まあ最近はですね、毎回のように言ってますけど、まあこういうね、大変な時期っていうか、大変な世の中ですのでね、なかなかこうあまり告知っていうのはできなかったんですけど、まあ本当に見に来てくれた方は楽しめたんじゃないかなと思います。でおかげさまでね、原画も 7.8 点かな、行き先が決まりまして、で本当にね、ありがたいなと思います。まあ2日目のね、作品が完成ということで、こういう作品に仕上がってます。またね、全国どこでもね、僕は呼ばれたところは行きたいなと思ってますので、ぜひね、気になる方は声をかけてみてください。はいはいはい、ただいま。よいしょ、大きくなりましたか、大きくなりましたか。